ただいまご紹介いただきましたミッドホールディングス株式会社代表の増田でございます。皆さんこんにちは。この暑い中本当にですね、世の中非常に乱高下の激しい、今週でございましたが、いろいろ興味を持ってですねこのお時間に参加いただけて、我々のお話を聞いていただけるこのチャンス、ぜひともですね、有効に一生懸命私も、話しさせていただきたいと思いますので、皆さんにとってですね有意義な時間になりますよ、よろしくお願いいたします。はい、今日ですね、私の中で3つポイントがございます。まず1つは、もちろんですが我々の会社グループをですね知っていただくこと、2つ目が私自身、代表ですが、社長どんなやつやという意味で、私のちょっとでもね、どんなやつかというところをですね、知っていただければと思います。で3つ目、私もちろんアナリストではないんでこういうことあまりですね、言える立場ではございませんが、非常に、今はですね、お得感のある状態でございます。投資家の皆様にとってはですね非常に、いいチャンスでもあろうかと思います。それを確信しておりますので、そういった面でですね、今日お話しさせていただければと思います。それではまず最初ですが、我々ミッドホールディングス、グループ会社でございますが、グループのですね、キャッチフレーズとして今、正面に出ておりますが、次の時代を守るものづくり、次の世代を助けるサービスと、こういったことをですね、キャッチコピーとして掲げております。非常に先の見えない時代が続いておりますが、そういった中でも新しい技術っていうのはこういろいろ出てきております。もちろんそういったところでですねシステム、いわゆる IT の世界でですね、次の時代を守る、日本を守る、そういったシステム作り、そういったところをモットーに掲げております。合わせて次の世代を助けるサービス、私はですね、当年、60歳今年還暦を迎えますが、私もちろんちょっと子供もいております。孫もいておるんですが、そういった次の世代ですね、いろいろ変化の激しい時代が続きますが、システムを通じて次の世代を助けるようなねサービスを起こしていければなというようなことでですね、グループともどもこういったキャッチフレーズで、邁進しております。はい、それでは簡単ですがグループの会社概要ですね、これをご説明させていただきます。見て、ご理解いただけるかとは思いますが、まず創業はですね1990年1月、株式会社システムイオという形で、創業しております。その後ですね、グループいろいろ加わりまして、上場いたしましたのが2020年11月東証スタンダードの方に、上場しております。今現在グループの事業拠点としては7拠点、千葉を中心としまして東京、大阪、福岡、秋田、川崎、名古屋といったところに事業拠点を置いております。グループ従業員数としては409名ほど、平均年齢としては 34.9 歳、あと見ていただいた通りでございます。会社としましてはご覧いただきましたこれらの会社がございます。まず一番上にミッドホールディングス、これは持ち株会社の方でございます。ミッドホールディングスとして上場をさせていただいております。本社が千葉県、海浜幕張で、ご存知かの方いらっしゃると思います。
野球の好きな方はね、千葉ロッテマリーンズの、球場があるんですが、すごく海際でね、風が、よく吹く球場で有名ですが、それらの横にですね、幕張メッセっていうのがありまして、さらにその横に我々の本社がございます。そこがいわゆる中枢機能を持つミッドホールディングスになります。事業会社としましては、その下にシステムイオ、ネットバリュー、APS と、3社がシステムインテグレーションを行う会社でございます。あまり難しい言葉ではなくですね、簡単に言いますと、いわゆる世の中いろいろコンピューターシステムございますが、これらを作っているというふうに単純にご理解いただければと思います。拠点と しましては千葉本社、東京本社、あと大阪、あと福岡ですね、こういったところに拠点がございます。下の2つ、BR ネットウィンクス、これらはですね、DX ソリューションということで、後ほどご説明させていただきますが、システム、サービスをですね、我々独自のノウハウで、プロダクトを作っておるんですが、そういったものを世の中に提供していくというふうにご理解ください。上の3社、事業会社はですね、このシステムインテグレーションというのは、大きなシステムをですね、皆さんで、ピンと来られるのは、例えば年金のシステム、銀行のシステム、保険のシステム、いろいろこうありますが、そういったものをのシステムを作っている。下2つの DX ソリューションというのが、我々独自のですね、製品を作って、展開しているというふうになります。ちなみにですね、今日私を知っていただくというポイントの一つでございますが、私はですね、大阪生まれ、大阪育ち、大阪福島区玉川っていうのをご存知の方はいらっしゃるかわかんないですが、出身でですね、当時といいますか、1999年にシステムイオ関西事業所というのがございまして、そこへ入社しました。その後ですね、グループ東西を分けようというようなことで、システムイオから西が大阪を分社しました。それがネットバリューです。その時にネットバリューの代表に私ならせていただきました。その後ソリューションを広げていこうということで、BR 株式会社 BR というものをグループに加入させてまして、その際の代表も務めさせていただいております。で、今はですね、半分、千葉東京、半分大阪という身柄の状態で、大阪は育ち生まれ育ちの場所で、余談の時間あまりないかと思うんですけども、ちなみに私は福島区、親父が大阪中央市場の出身でですね、商売をしておりまして、朝早くからね、親父は毎日出て、仕事して、その後帰ってくるのが昼過ぎぐらいにも帰ってくるんですけど、その後自宅の下を改造しまして、お好み屋とかね、をやったりして、そういった父親の背中を見てまして、商売っていうのもですね、非常にいつかやってやりたいなみたいな、そういう意気込みのもとですね、この IT の分野に飛び込んだ次第でございます。はい。で、先ほどですね、2つの主要サービス会社をあるということで申し上げましたが、見ていただきますように、左側がシステムインテグレーションサービス、これは社会インフラ系ともいえるんですね、公共サービス、金融通信、エネルギー、物流、そういった皆様の生活を支えるインフラのシステム、これらを開発しているという意味で IT のプラットフォーム、インフラの基礎となるそこのコンピューターシステムですね、そこを作っているという意味で IT プラットフォームビルダー、
一方で右が DX ソリューションサービス、これはですね、自社プロダクトを展開するソリューションで、IT プラットフォームのプロバイダーという、まあ、皆様と社会と会社あるいは、各個々の皆様個人をつなぐと、プロダクトによってサービスによって社会をつないでいくと、情報をつないでいくと、連携させていくというふうなサービスを行っている2つのサービスでございます。で、このシステムインテグレーションサービスの方はですね、売上の 86.5% を今現在支援しておりまして、一方で DX ソリューションサービスは 13.5%、 合わせて47億8600万円の売上高になります。はい。システムインテグレーションサービスの概要としましては、まあ、今ご説明をさせていただきましたように、まあ、非常にですね、我々が携わっているのは比較的大きなインフラに関わるようなシステムです。そういったところをいろいろなですね、メーカーさんあるいはユーザーさんのいわゆる同業種の方々とプロジェクトを組みまして、そのシステムの企画コンサル、実際のものづくりあるいはその後の運用を保守まで、こういったものをトータルで行っておるサービスでございます。で、我々は一しますのは独立系のシステムインテグレーターということで、まあ、メーカー系でもなくユーザー系でもなく、独立した我々の思考のもと開発を行う、言い換えればもっと簡単に言えばどこにも依存しない我々独自のノウハウでやっていけると、制限がなくですね、縛りにがなく、自由にできるというふうな、位置づけで、行っております。はい。次にそのシステムインテグレーションサービスの特徴でございますが、まず特徴一つ目としましては、円グラフをですね、まあ、見ていただきますと、富士通グループ、日立グループ、NTT グループ、NEC グループ、その他の上場企業、これらを含めますと約 72.3%、 こういったところからのとの取引がですね、非常に経営をですね安定させ、これが基盤となり、いろいろな新しい分野へのチャレンジというのを行っている次第でございます。まあ、主要なお客様の7割が上場企業ですということですね。2つ目はですね、我々のそういった社会インフラを支えるシステムはですね、もちろん今後もですね、年々いろいろ拡大してまいります。自治体においてもあるいは民間企業においてもいろいろなですね、まあ、特に今後 AI っていうのがね、非常に取り込まれてくる時代になってきますが、そういった意味での IT 投資っていうのは非常に今後も拡大していく、そういったマーケットであるというふうにご理解ください。このシステムインテグレーションサービスにつきましては、今年度2024年度、ですが45億円を目指しております。ちなみに我々決算期は11月になりまして、今まあ、半期を終えて、る状態ですが、まあ、ほぼ予定通りでですね進んでいるというところです。次に、当社の DX ソリューションサービスの方の概要でございます。 DX ソリューションサービスというのは3つのサービスで構成、されております。一つは一番左側にあるデジタルマーケティングソリューション、これはですね、我々の製品でございますが、電子書籍といいますか、デジタルブックといいますか、そういったものを紙の資料をデジタル化するという、簡単に言うとそういうサービスでございます。それらを軸にしたソリューション、2つ目に図面 DX ソリューション、
こちらはですね、CADっていう図面を作成するソフトウェアでございますが、我々ダイナ CAD シリーズっていうのを出しておる、まあ、メーカーでございますが、それらを活用しまして、図面の書き起こしからもちろん製品の販売、導入後の補修などなどを行っているソリューションでございます。3つ目にクラウドソリューション、これも自社開発のクラウドサービスでございますが、まあ、製品としましては、ザ・ニール申請ナビ、こういったものがですね、ございます。今日お時間の関係でですね、詳しい内容については控えさせていただきますが、我々独自のノウハウで、我々の主導で、プロダクトを開発し、それを世に提供している、今後ここを伸ばしていこうというふうなことで動いておるソリューションサービスでございます。これが今年度2024年度につきましては 7.6 億円を目指しているというところでございます。はい。次にですね、まあ、今もうソリューションサービス、これを今後伸ばしていきたいというふうなことをお伝えしましたが、それの成長戦略といたしまして、このデジタルマーケティングソリューション、ワイズブックという読み方になります。これをですね、ちょっとご紹介させていただきます。皆様、デジタルブック、電子書籍とかっていうのをお使いになられたかどうか、ちょっとわかりませんが、まあ、いわゆる最もうここ数年ね、電子化っていうのが進められておりますが、タブレットやパソコンや、まあ、もちろんスマートフォンでもそうですけども、いろいろな端末でいろんな資料がですね読める、皆さん一番リアルに近いところで考え、想像つくのは漫画コミックだと思います。そういったものがこうペラペラっとこう、ね、画面をこうスライドさせたり、こういう動きですね、ピンチインピンチアウトといいますが、こう指で広げたり拡大したり縮小したり、こういったことをするソフトウェアでございます。これを Wisebook という名で、提供させております。世の中にいろいろそういったものがございますが、当社のその Wisebook の特徴としましては、業界唯一、ご要望に応じたカスタマイズが可能ということです。まあ、単純にサービスを提供してそれをご自由にお使いください、っていうそこまでではなくって、いろいろお客様には要望がございます。ここをこうしたい、ああしたい、今まで持っている情報、まあ、データベースとかそういう言い方をしたりしますが、そういった情報と連携させて、こっちを変えればこっちも自動的に変わるだとか、いろいろそうシステムがね、連携させる範囲が多いんですけども、そういったところをご要望にお答えして、その電子書籍を提供しているっていうところが他社にないメリットでございます。特徴であり、非常にそこはですね、評価いただいており、導入実績のところを見ていただきますと、まあ、JTB さんであるとかね、漢方の津村さんとか、通販のディノスさんとか、こういったところでお使いいただいております。旅行のパンフレットも今ですね、 JTB さんの窓口行くとなかなか紙のパンフレット置いてないです。これもうそうなっちゃってきてるんですね。紙のコストも上がり、印刷するコストも上がり、そういったところをコストカットしながら、常に最新の情報をお客様に見ていただくという意味においては、デジタルブックというのは非常に有効な手段でございまして、そういったところで、JTB さんだとかね、旅行のパンフレットを一斉これも Wisebook をお使いいただいてご利用いただいているとか、通販のカタログでもそうですね、バッツリカタログがありますが、価格や
商品が変更になると印刷し直して大量にまた何万部とか印刷する、このコストが非常に高い、そういったところに訴求するですね、非常に有効な印刷物といいますか、電子上の印刷物、そういったものを提供しているということになります。まあ、あと最新のトピックスで言いますと、まあ、あの世界ですね、今現在、6つの言語に対応しておりますが、さらにですね、増やして計10カ国の多言語を対応すると。あと一番下に外国人材の育成就労制度における研修教育にも有効ということで、これ6月にですね、可決されましたが、いわゆる海外の人材を日本のいろいろな仕事についていただけるように教育する、育成していって、日本の生産力労働力を上げていこうという施策でございますが、もちろん海外の方は日本語を読めない、というケースが多い中で、こういった海外の言語ですぐに提供できる電子ブックということで、そういった面でも非常に今後期待できるソリューションでございます。はい、導入事例、JTB さんとか私言いましたけど、まあ、ご覧いただいたようなところですね、会社案内だとか、いろいろ株主様への通信 にお使いいただける、あるいは持ち運びが重たい、法令集の電子化だとか、いろいろ今現在は今後はですね、学校の教育分野、そういったところにもどんどん広げていこうと考えております。非常にコストダウンの企業様にとっては非常にコストダウン、ユーザー様にとってはすぐにリアルの情報が見れるという意味で言うと、非常に今後盛んなソリューションかと確信しております。で、この背景、含めて市場ですが、どういった市場かと申し上げますと、これはですね、2022年度で言いますと、6026億円と推計されております。で、これはですね、2027年度この一番右の棒になりますが、これが2027年度、ここが8000億円の市場に成長すると見込まれております。はい、で、この、まあ、2022年度のこの6026億円に注目しますと、このうちですね、雑誌、文字物、コミック、この3つの分野で分けますと、雑誌が226億円、文字物が601億円、あとコミックが5199、先ほど言いましたが、漫画とかね、コミックだとか、そういったものが、やはり今、ここ、非常に大きく使われております。で、このですね、我々が、ターゲットにしておりますのは、このコミックではなくて、ここの文字物と言われているところでございます。会社で使われる企業社内文章であったり、先ほども言いましたが、旅行のパンフレットであったり、通販のカタログであったり、そういった分野ですね、この601億円、ここをターゲットにしております。で、このターゲットは、今後、1ページ前の話になりますが、2027年度にはですね、全体が8000億に伸びてきます。その中で、まあ、おおむね大体 10% と見ると800億円。この2027年度には約800億円と予測されている文字物の電子ブック。ここをターゲットにして、今後展開していこうと考えております。
次に、DX、図面 DX ソリューションの方でございます。これはですね、まあ、CAD を利用したサービスでございますが、これも販売開始から30年以上ですね、渡って、自治体様だとか、民間さんの方に、提供させていただいております。国内においては11県庁、約200自治体でお使いいただいております。で、いわゆる CAD ソフトというのはですね、従来はパッケージという一つの固まったソフトウェアを購入するというふうな時代がずっとあったんですけども、この3、4年、5年ぐらい前から、いわゆるサブスクリプションという言い方ですね、そういったものが世に出てきて、要は月々いくら、年間いくらという利用形態、利用料を払うというふうな形態に変わってきております。大手、最大手、CAD の世界でいうと、最大手でいうと、世界的にね、オートキャドというのが有名ですが、そこもそうです。いわゆる年間いくらというふうな提供方法なんですが、我々のダイナキャドにつきましては、もちろんそういった提供方法もありますが、従来、昔からのパッケージ、要は永久ライセンス、買えば買ったら、その後、もう保守料だけで大丈夫と。いうふうな販売提供をしています。ですのでお客様からするとサブスクリプションしかない販売提供であれば1年目2年目ぐらいまではですねランディングコストを考えると購入するより安いんですが2年半ぐらいからあるいは3年4年目になってくるとサブスクリプションの場合は、購入するより高くなっちゃってくる。これはいわゆるどのおそらく車なんかでもそうですけども、そういった携帯の中、我々は購入していただくというふうな提供の方法もやっておりますので、そういったところは逆にですね、今隙間というところで、評価いただいているところでございます。で、CAD のそのソフトウェアを販売すると同時に図面を書き起こすトレースとかいう言い方だとか、あとマンションの大規模修繕工事なんかで、足場をね組んでこうテント張ってとかそういう光景、見ますが、そういったものの足場作りの設計支援を行うとか、そういったこともやっております。まあ、製品の販売と同時にそれを使ったサービスの提供も合わせてやっているというところです。はい、じゃあ次にですね、まあ、今後中長期の経営計画としてご説明いたしますが、我々、2022年度11月期この期におきましては売上高43億円、営業利益 2.8% というところからまずは3年間の中期経営計画および30年に向けた経営計画長期の経営計画を立てました。で、再来期になりますが、まあ、2025年度あ 来年ですね、来年の11月期になりますが、ここは売上高66、営業利益を 5% に持っていこうと。その先、さらにプラス5年後、2030年度におきましては、売上高100億、時価総額100億、営業利益は 10% までも、10% まで持っていこうと考えております。我々 IT 企業でございます。今後、いろいろ、まあ、AI だとかね、含めたキーワードがどん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 新しく出てきます。それに、取り残されないようにですね、もちろん高度な技術力で、社会に貢献するテック企業というものを目指してまいります。その中で、まあ、先ほど2つの主要サービス申し上げましたが、それらを軸にやっていこうと考えております。その2つの軸、先ほど言いましたシステムインテグレーションサービスと DX ソリューションサービス、これはですね、今現在、
まあ、来年で言いますと2025年の11月期になりますが、システムインテグレーション売上は 80%、 一方で DX ソリューション売上は 20% を目指しております。でその先ですが、2030年度ここは先ほど、のページでいう売上100億を目指しておりますが、そのうちの 70% はシステムインテグレーション、30% は DX ソリューション売上、これ見ていただいた通りですが、このシステムインテグレーションサービスというのは非常に、堅調にですね、順調に、推移しており、我々の経営基軸になっております。これは経営基盤となりですね、この新しい DX ソリューションサービス、独自に生み出すサービス、こちらへの投資を行いつつ戦略的に拡大させていく。そして今で直近で言いますと 15% ぐらいなんですが、その DX ソリューションが 15% ぐらいなんですが、それを来年度で 20%、 先々で 30% 以上に上げていき、DX ソリューションというのは独自の、我々のサービスでございますので、いわゆる仕入れてとかっていう原価率が抑えないので、原価があまりないので、もちろん人件費等々はございますが、利益率が非常に高いサービスでございますから、そっちの方にの比率をですね、上げていくというふうな取り組みで今後成長していこうと考えております。じゃあ次にですね、最新の決算情報、今年2024年11月期、ですが、第2四半期の決算、いわゆる上期がですね、終わりまして、その状況を簡単にお伝えいたします。まず決算トピックスといたしましては、1つ目、四半期売上高の過去最高および四半期売上総利益、これもですね、過去最高を更新し、13四半期連続で増加しております。一言で言いますと、非常に順調に推移しているというところでございます。次に、ベースアップに伴う賃上げの実施、昨今ですね、このテーマが非常に企業としてはですね、望まれているというか、ところでございますが、もちろん社員への還元含めてそこは重要視しております。そういった中で、昨年に引き続き4月にベースアップをやっておりますが、グループ平均で言いますと 4.9%、まあ、ほぼ 5% ほどのベースアップを実施いたしました。はい、その上で中期経営計画、今順調に推移しているというところです。そして利益率改善、 DX ソリューションの増収効果により連結粗利率というのが改善してきております。前期2クォーターで言いますと 22.2% であったところ 23.5% にですね、粗利率が向上してきているというふうなところです。次に、我々の成長エンジンでございますが、この DX ソリューション新サービスを順次リリース、ちょっと、難しい言葉、単語がちょっと出ちゃったりしますが、まあ、基本料0円から始められるデジタルブック配信サービス、トレンドタップっていうものだとか、これ何っていうふうな話で言いますと、デジタルスタンド、カタログスタンドってよく、展示会などに行くとね、あるかと思いますが、それのデジタル版とお考えください。いろいろなカテゴリーに応じていろいろなパンフレット、チラシだとかが見えるというところです。例えばゴルフが好きだ、ゴルフに対してどんな企業さんの広告があるかとか、あるいはグルメが好きだ、そういった分野でどういった情報が世の中にあるか、
そういったものが見れる配信サービスですね。次に新規顧客開拓におけるマーケティング活動をする MA3 と、数字をですね分析してマーケティング活動に生かすと、次にワイズブックエドテック、これは教育機関と連携して先生先生方、受講者側、あるいは教材を発行する出版社さんがなどなど連携して、このワイズブックを活用していただくというふうなソリューション、これらを順次リリースしていっておる最中でございます。はい、次に業績の方で言いますと、先ほども言いましたが、売上高、売上総利益、営業利益、それぞれにつきまして、前年四半期、および直前の四半期と比べますと、売上高でも非常に伸びている、売上総利益も伸びている、営業利益についても、昨年比からで言いましても非常に伸びているというふうなところで、順調に推移しているとご理解ください。そして、今現在、第2四半期終了地点における今期当期の見通しに対する進捗率、今期の目標に対する進捗率ですね、それを申し上げますと、売上高今期はですね通期で52億6千を目標にしている中で、半分終わりまして25億、まあ、進捗率でいうと 48.3%、営業利益で言いますと2億のところを目指しているところ1億1千、ともにですね、まあ、半分前後の進捗で、推移しているというところです。最後に、配当方針でございます。我々上場して以降ですね、従来から7円からスタートいたしまして、昨年期におきましては8円と、そして、当期、11月期におきましての予想配当で言いますと、配当成功を 30% 以上キープすると、これを維持して、皆様に還元していくということを基本方針としております。そういった意味では、15円の配当を、想定しております。はい、はい、説明の方ではですね、以上になります。我々もっと IT をということで、次の時代を守る、次の世代をね、作っていくというふうなことも掲げながらですね、皆様に良いものづくりの良さを味わっていただけるように、実感していただけるように、そして投資家の皆様にも、ご協力いただきまして、ご支援いただきますように、魅力ある会社に、していきたいと思います。まだまだスモールな会社でございますが、その分、非常に伸びしろがあると、確信しておりますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。松田様ありがとうございました。はい、貴重な、ご意見含めてありがとうございます。まあ、おっしゃる通り、我々、大きく言いますと、簡単に言いますとシステム会社でございます。名のある大手、各社ございますが、そういったところはですね、システムの業界でおいてはもう一層目、第一層目ですね、というのはほぼ掴んでいる状態で、我々が位置しているのは第二レイヤーあたりになります。まだまだですね、わずかでございますが、エンドユーザーさん直でさせていただいているところも非常に、ここ最近は伸びてきておりまして、そういったところをですね、今後は各システムインテグレーションの世界分野においては広げていこうと考えております。独自性という意味で言うと、我々は柔軟にですね、やはり大手さんと比べると柔軟に、お客
様の対応が取れるというところを一つの武器としておるところもございます。そして我々独自の中での社内教育含めて新しい技術改革、これを直接お客様に提供していくと、一緒になってお客さんとの我々の IT リテラシーを上げていくというふうな取り組みをさせていただいておりますので、そういったところは一つの、ね、差別化になっているのかなと思います。あとは具体的な例、キャドだとか、もご意見いただきました。もちろん世の中色フリーのソフト含めてございますが、今キャドだとかっていう世界で言いますと、アイコンストラクションっていういわゆる建設土木業においてですね、コンピューターを使って生産性を上げていきなさいという国からのお達しがございまして、それの資格を取る資格といいます。簡単に言うと資格ですね。製品によってはその資格がないっていうふうな製品も世の中にはいろいろあります。ただ我々はそこはしっかりとその資格をもらうような製品作りをしていて、許可をもらった上で、販売している。そして販売形態も先ほど言いましたような、サブスクリプション、いわゆる使用月々あるいは年間の使用料を払うということではなく、もう買い取りみたいな、これを今やってるのは実は少ないんですね。そういったところで言うと、そのCADのソフトを欲しいと言われているお客様が、もうサブスクやったら2年ぐらいになったらもう他校って知らないわみたいな方々がですね、もうじゃあお宅も買えるならもう買って、もうそのままずっと5年10年使えるならそれでいいよというふうなことで切り替えてきていただけているお客様というのが結構ございます。そういったところでは他社にない一つの取り組みと言えるのかなと考えております。もちろんもっと大きな意味でですね、独自性の持ったビジネスをやっていけるように、次のですね、本当に時代を作るというか、そういったところに投資、チャレンジ、できるように企業体も自体もですね、 S システムインテグレーション会社ではなく本当の意味でお客さんと一緒にソリューションができるっていうふうな会社に変革していこうと考えておりますので、しっかりとした S システムインテグレーションの基盤を持ってソリューションの方に投資していくというところで、新しい独自の技術を用いたサービスをですね、考えて今後研究開発等にもですね、参加し、新しいものを生み出していきたいと考えております。そういったご回答で、よろしかったでしょうか。そうですね、先ほどちょっと触れましたが、デジタル、カタログスタンドって皆さんよく目にすることがあるかと思います。いろいろ展示会など行くとですね、こういう冊子がこうポンポンとこう並んで置いてある、これのデジタル版だとお考えください。実際にそれが先ほど言いました、いろんなジャンルごとにカテゴライズされていて、欲しい分野の情報が一堂に見れるというふうなことでございます。で、企業様にとりましてはそこでいわゆる企業様が発信したい、世に、広めたい情報をいろいろそのカタログスタンド的なところにこうポスト置いていただくみたいなことですね。でもちろんこれは紙ではなくて電子上のデータをそこに置いていただく。で、見ていただく方はそこである程度カテゴライズされた状態で見れますので、有効に、見れるというふうなものになります。はい、ありがとうございます。本当大阪人で
大阪弁どこまで、あ、東京でね、このセミナー何回かさせていただいたときは、大阪弁をどこまで抑えようかなというようなところもあったんですが、今日はしっかり大阪弁も交えながらお伝えできたのかなと、逆に変な関東弁が入ってて聞いてておかしかったら失礼いたしましたというところですが、本当私も商売人のですね、息子、そこから今現在に至っております。飽きないというものをですね、親からこの背中を見つつ、勉強してまいりましたが、やっぱりお客様あっての、ビジネス会社でございます。お客様、株主様含めて、第一にですね考えながら今後事業を含めて躍進していき、しっかりと確実に実績を残しながら皆様に還元できればと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。松田様ありがとうございました。